はい、こんにちは。札幌占い美容室浜頭の後藤です。今回はどうしますかいきなり言うっていうカラーですね。はい、で先ほど見せてもらったんですけど、結構明るめのグレージュのカラーなんですが、僕からの提案でちょっとメッシュを入れたいっていうことだったんですが、提案的にモデルさんちょっと癖がちょっとあって、で今矯正を結構強めにかけてるんですけど、多分結構広がっちゃった時に筋が分かる感じにしちゃうと、なんかあんまり作品として綺麗じゃない可能性があるんで、メッシュまでいかないメッシュみたいな感じで全体のトーンアップして、それに色をかぶせようかなって今日は思ってるんですよね。なんかメッシュっぽいんだけどメッシュじゃないみたいな、なんか自然な感じの方が多分いいと思うんですよ。頑張ってブローすればいけるかもしれない、自分で。薄めで、こういう風な感じで。これ人形？いや、人です。で、この人、前髪こういう感じなんですけど、流せるんですよ。どういうこと？流すとき、こういう感じで、別にかかって、受け身次第で。はいはい。それでも自分で、ブローしてくれれば大丈夫ですよ。それぐらいだと。こんな感じで流せますよね。そうですね。ちょっと長めに作っておくと大丈夫。だからちょっと邪魔かもしれないけど、今日前髪カットとそのグレージュの、今日ダブルカラーかな、1回じゃちょっとできないので、1回ブリーチしてからダブルカラーで、2プロセスに今日はなると思うんですけど、2プロセスにして1時間ぐらいで終わるかなと思います。結構矯正やってるから上がりづらいなっていう気がして、毛量もちょっと多いかなって感じですね。かなりオレンジっぽく一回なるかなと思うんですけど、ムササビを混ぜてちょっとダメージを軽減しながらブリーチを全体にしていきたいと思います。まず前髪を切ります。R2 セニングでカットしていきますね。まず R2 で、鼻ぐらいでかな、鼻ちょっとこのぐらいまで切っちゃいます。ガイドなので横につなげ流していくんですけど、まあちょっとこれ難しいので、何回も見てくれれば分かるかな。内側からこういうふうにしてやれば。それでもいけます、はい、あとはちょっと流すどこまでにしようかなっていう感じなんで、あちょっとウルフっぽいラインなんで、ちょっとその前髪もかわいい、かっこいいですね、この辺でこうなるかな、ちょっと長めぐらいの方がいいと思うんで、ちょっと軽すぎます。でここはちょっとまあこれもちょっとね難しいかもしれない、リフトしながら逆に切っていくんで、動かしながらですね、はいはい、そして、こっちも同様に、こっちはリフトしながら反対側に移行していきます。ちょっと何やってるか分かんないと思うんですけど、結構このモデルさんじゃない、目標としてる前髪が結構外跳ねっぽいラインがあるんで、同様に前髪もそのように切ったりとかが同じようになりやすいんで、カットの仕方もそのモデルさんにその目標のスタイルの写真に近づけます。ちょっと今外羽にこうねじってる状態で、ぼかしてアウトをちょっとぼかしてるって感じなんですよね、コンベックスでっていう感じでやっていくと前と同じになるかなって感じで、ちょっとここの彼女重いんで、リフトしてステム90度まで上げて、ちょっと段差を若干入れた方が、ちょっと矯正かけてるのもあるんですけど、少し表面の軽さは段入れたいので、リフトします。
リフトしながらやっていきます。こんな感じが。こっちもリフトします。こっちはちょっと切りづらいので、この辺からサイドチェンジで使いながらカットして前髪はこんな感じです。はい、ということでカラーに移して移ります。今回ブリーチ剤ちょっと使ってる、結構多めに作ってるんですけど、キシ3倍でムササビを 5% 配合しております。いいんですか。で、ステムを90度に引き出したらそのままコームでコームをワープさせながらこう塗っていきます。こうですね。毛先は後でいいのでこれコームワープさせながら塗ってどんどんいきます。あとこのコームを均等にブリーチをつけるってことですね。5センチ上げたところから根元の方をちょっとぼかしてこういうふうにコームワープさせながらぼかしていきます。はい、でコームワープを5センチのところに1回落としてからコームワープして根元の方をでこの時にも体の位置をつむじに対して常に放射線上に体がないと根元こっちの端とこっちの端の方がきれいに塗れなかったりするので体の位置はしっかり、ぐるっとちゃんと回っていくように立ち位置を気をつけてください。すいませんね、ちょっと引っ張られるかもしれないです。大丈夫ですか。すいません。で根元のねこのぼかす時は、コームを少し、浮かす。コームの先っちょこの半分コームの半分だけで、根元をぼかすようなイメージでやっていくといいですね。コームを奥までこう入れないってことですね。奥まで入れないで少し浮かした状態で根元の方はぼかしていった方がいいです。5センチの位置に落とします。まず5センチの位置に落とす。でそこから、コームを少し浮かした状態で根元をワープさせていきます。その時に、これですね、体の位置はこういうことですね。こういう風に体の位置をずらしていかないと綺麗に塗れないんですね。はい、でこのような感じに縦のラインを綺麗に作っていきます。はい、5センチの位置に落としたら、はい、5センチの位置に落としたらそれを落としたブリーチ剤を今度ステム90度の状態で、はい、これをちょっと浮かすような感じで根元の方にぼかしていきます。そうすることによってモデルさんが今後伸びてきた時にカラー剤が自然になってた方がプリン状態じゃなくなるので、今後カラーとかも知りやすくなるのかなと思います。この筋分かりますかね。このコームならではのラインが出せるんで皆さんこれジャンボコームでやってみてください。うまくいかないので。もうこれあと1個だけ、今4つメインで使ってるんですけどあと1個だけ家にあるんですけど、それもこう売っちゃうとちょっと自分のがなくなっちゃうんで、とりあえずなんか同じようなの探してもしあったら僕にも教えてください。欲しいので。はい、こんな感じで、メッシュでもバレイヤージュでもないカラーですね。はい、ステムを90度ですね。ステム90度、5センチの位置に落としたら、はい、表面の方をちょっとステム上げます。いいですか。ステム上げた状態で根元をここ真剣にちょっとやってくださいね。根元の方、はい、このぐらい綺麗にやっていただければ大丈夫です。そうすれば、はい、5センチの位置から落としていって根元を動かします。でサイドに関しては本当慎重にいかないと顔周りは目立ちますから、7センチぐらいのところに1回落としてやっていった方が僕はいいかなと思ってます。そうしないと結構根元の方根元気にしちゃうとかっこ悪いので、その方がいいかなと思います。はい、7センチの位置に1回落とします。でそこから根元をぼかすのは本当慎重にぼかしていきます。サイドはバックと違って繊細にいきます。はい、やりすぎないぐらいがちょうどいいですね。